お疲れ様です。ですさあリベンジです。大森さん、リベンジ、たえちゃんのキャディバッグを探ろうのコーナーです。探ろう、はい、でも開けっぱなしなんです、ね、常に開けっぱなしです。あ、ここはグローブとボールか。それだけだと思う。たえちゃん、なんか隠したの？え、何も出してないです。グローブをここに入れる派なの？あの、違うとこにも入ってる。どこに入ってる？あ、ボールここにも入ってますね。それは肩練習用に。あ、なるほどね。にしてるんです。ここはいつの試合？サマンサ？サマンサの時は初日のピンポジションです。7月の結構ボロボロですね。で、日焼け止めです。日焼け止め、ホリエモンカップの時にいただいたスプレーです。まだ残ってる？もうないかも。スーって言ってる。あ、これリンゴルフ。そう、リンゴルフのネームタグ。ネームタグ。ここは？ここはなんか練習場の玉のカード、はい。私もいっぱいあるわ。これはサングラスです。お守りが2つ。お守り2つあります。1つは幸運お守り。幸運じゃない、幸運。幸運。これどこだ？東郷神社、原宿だ、はい、勝負に勝つみたいな感じかな。そして木。木、これは強そう。木が強そうですね。うちから3時間かけて秩父の山奥まで買いに行った。なんか浅田真央ちゃんが買ったっていう有名なお守りで、三峯神社。そう、三峯、白いお守りなんですよ。でも月に1日だけ販売するらしいんですけど、これを、その白いお守りを、うん、だけどそれに人が殺到しすぎて、うん、私が行った時中止になってました、でこれしか買えなかった。一緒だよ。一緒、多分変わらないはずです。うん、色違い。色違い。ネイルが厚塗りなんですね。これパーツが多分でっかいからだと思います。うん、本当だ。結構派手めなネイルなんですね。なんかやっぱプロテストだったんで気分上げようと思って。そういうのあるんだ。派手めにしました。大事なんですよ。感じです。カードは、ウッド系は全部エピックです。お気に入りです。エピックでアイアンヨネックスで、ウェッジはボーケーです。ボーケーはめっちゃ止まる、って感じです。よかった、そんな変なものだから。タオルって何用に使うんですか？これクラブ拭きます。あ、そういうことか。アプローチとか練習すると汚れちゃうからつけてます。シンプルでなんか面白くなかったですね。もうゴルファーって感じで余計なものは入れない。わかりますね。重くなるの嫌だもんね。嫌なんですよ。ツッコミどころが少ないタイちゃんのキャディバッグの中身でした。いっぱいゴミとか入れとけばよかった。おましょう。よいしょ、振るね。ありがとうございます。スポーツ観戦とかします？あー、結構するかも。何見るんですか？何かな、まあゴルフは見るでしょ。 あと女子バレーが結構好きで。なる、そうなんですね。あの、でも面白いですね。面白いよね。はい、ラグビーも面白い。うん、ね、あ、そうなんだ。今の見てんの？見てます。見てます、見てます。昨日見た？昨日は見てないです。アイルランド戦。そう。見てなかったんですけど。あ、痛そうって言いながら見てる。血とか出てるからさ、うわーって思いながら。うん、本当って言いながら見てる。あの、クラシックバレーはやってた。もうかっこいい。バレー？はい、踊る方ですね。そうそう。そこからバレー好きになったんですか？違うバレー。戻す。見るの。バレーすごい。そうやってた。で、つま先で立てる？立てました。今絶対無理ですけど。トーターとかできるんですか？うん、やってた。わかんないです。あれできない。どうやってやるんですか？え、できるよ。できる？なんか妹がやるんですけど。あ、そうなの？教えてくれないんです。やってみっていうけど。悔しいっていう。いいっす。
元気ありますね、まだ後半なのに。まだ頑張ります。ね。おいしそう。皆さん。ここだったんだろう。ですよね。でも結構ストレートドロー、うん、なんかね、アイアンはフェードなんだよね。あ、そうなんですか。気づかなかった。打ち分けてるわけじゃないんだけど、なんかね、なんかフェード捕まらない。でも全然ピン絡んでいきますもんね。うん、なんだろうな。捕まっちゃう。タイちゃんも元気やな。ナイス。ナイス。低めに出しますって出せますもんね。一瞬ね。ちょっといつもより大きめで打ちました。抑えて。抑えて。はい。ダイちゃんも低く出したの？はい、押さえて打ちました。フルト大きいんで。ダブルス、今年何回試合やったんですか？ 2、3回ですかね。なんか、1個決勝、全国大会まで行けたやつがあったんですけど、北海道で平日でちょっと厳しいねって話で、ちょっとだけちょっと断念した。へぇ、すごい。結構あるんですか、試合時間は。うん、結構ね、いろんなのがあって、面白いよ。ゴルフダイジェスト主催とかもあるし、はい、ゴルフスクランブル、ゴルフライフっていう、なんかそういうのありますよね。あるある、スクランブルよくって。そう。あれですよね、さくらさん出てますよね。そう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 。パー。まずパーね。パー。なんか、絶対フックだろうなってタイちゃんの。最後思ったら。できましたね。あれって思った。これは何ですか。何でしょうね。なんか。ぼーっとしてきたときにこうなってる。よくやるの。よくやる。待ち時間長いなって思いながら、うまくできない。ちょっと苦しい。パターとか重いですよ、めっちゃ。ちょっとしょうもないな。ショー。うん。でもなんか力入っちゃいませんか。うん、かなり。私もすごい。だから前、宮田大ちゃんはそうならないように、口にポテトチップが挟んだのが打ってたらしいと思うけど、まあ、それを割らないように。なんでかわかんないんですけど。
ってくる入るの力入るの良くないのかなと思う、うん、無意識だからね、うん、どうでしたタオさん18ホールも回って18ホール楽しかったです。楽しかった、はい、楽しかった。私たちも楽しかった。ゆりさんにちょっと楽しいゴルフ息抜きになった、うん、息抜きになりました。なんか社会人になったら、うん、やっぱ今までよりより一層なんか年上の人と回ること多くて、うん、なんかあんまり女の子とか、うん、その同世代の女の子とか、うん、と回る機会があんまりなかったんで。ああそうなんですね。嬉しい。そう、うん、試合とかだとさやっぱ同世代だけど、うん、そうそうなんですね、うん、久々に同世代じゃないんですけどね全然ここぐらい違うもん、ね、変わらないですねここはめんどくさいライですね。あラフでフット使うの。すげえ。全然関係ないんですか、ラフとかも傾斜も、うん、なんかラフなんですけど、つま先下がりだから右行くかなと思ったんですけど、かぶっちゃって、少し捕まっちゃいました、うん、でも、あんまりスイングとか変えないそのまま打ちます。綺麗ですよね、このコース平坦だし、うん、コース狭いから練習になるし、うん、ピンポジションも難しかった土日なのに土日なのに結構端っこでしたね。苦しめられた人多いと思う、多いと思う、みんな苦しんだはず。83どうしますか。9番で軽く英語で、おうん、さこれ以上ないっすよね何もできないっすよね。ですね、うん、うん、そう、うん、下くぐっちゃった。下くぐったんで上がっちゃいました、うん、普通に狙いました今。うん、木がかかっててもうあそこしか狙えなかった。あでも完璧ですね狙い通り。おナイスパー。お疲れ様です。終了でございます。ガチャいくつだった。ワンオーバー。ワンオーバー、サホさんは76。ユーラーで76良かったですね、女子が。めっちゃパターも入ってましたね途中てか林の途中からうまいですよイカバーがなんかいいとこにありましたね、ねということで皆さんサホゴルフ YouTube チャンネルとインスタのフォロー、はいはい、お願いします。お願いします。タエサイトーです。タエサイトーのフォローもよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。